石像部分前京をタルバイン広告の中央バス車両旧北海道銀行本店とは北海道オタル市にある歴史的建造物の名称。旧北海道銀行の本店として1912年7月に建てられた。本体は石造り地上2階、一部地下1階で大正時代に2倍に増築。1931年に鉄筋コンクリート地上3階。 地下1階の新館が増築された。旧北海道銀行は1944年に北海道拓殖銀行へ九州合併され、その後しばらくの間は北海海運局の庁舎として使用。1965年8月24日に北海道中央バスが取得し、本社ビルとした。1985年7月23日に、 オタル市指定歴史的建造物に指定された。内部は休憩者の木造階段、鉄製の重い扉、頑丈な金庫などが残されている。吹き抜け部分に2階を造作、窓やドアの鉄枠がアルミサッシに改造されているが、外観上の変化はほとんど見られない。1996年に一部を飲食店に改装し、ワインカフェショップ、オタルワインとして営業を開始した。 バインは、ワインの W を中央バスの B 及び、銀行の B に変えた造語で、ドイツ語でワインを指すバインの意味も持っている。正面は、オタルワインの玄関となり、中央バス本社の玄関は、奥側の新館横に設けられている。周辺は、北のウォール街と呼ばれるほど、金融機関が密集していた。オタル市により、歴史的建造物及び、景観地区として保存されている。 ありがとうございます。